プレミア！アスナたちも見つけられていないみたいだし、もう少し奥まで進んで。プレミア！くそ、そもそもジェネシスはもうこのゲームには存在しないし、他のプレイヤーについていったと思ってあれば。プレミア！キリト、やっと見つけた。こんなところまで来てどうしたんだ？なんだか様子がおかしいな。どこかに行きたかったのか？行ってくれれば俺が連れて。連れて行ってくれますか？では、私、ん？私を、祈る場所へ。え？私は。待ってくれ。なんで？それが、キリト。プレミア本人であることは間違いないはずだけど、彼女、な。祈りたいというのは、君の本心。もしプレミアが祈れば、俺たちはもう会えなくなるかもしれない。女神だとか、そんなの関係ない。私の。私は、キリトと。本心です。祈りを捧げることが私の望み。これはプレミアの設定が上書きされているのか。祈ること、それが私の像。プレミア、君の本当の望みを叶えてあげるよ。キリト、私はキリトと、キリトとずっと、私はキリトとずっと一緒にいたい。私は生きたい。キリトと一緒にいたい。わかった。君の望みを一緒に叶えよう。キリト！上を見上げてみなよ、プレミア。上ですか？星。たくさんの星が輝いています。たまにこうして星を眺めることがあるんだ。綺麗。ああ、俺もそう思うよ。この世界がどんなところであれ、こうして感動する気も。本物。うん。プレミアとこうやって一緒に過ごしている時間だって。はい、私もこれからも。ああ、またこうして星を一緒に眺めることも。いくらでも付き合うよ、プレミア。ありがとう、キリ。お、どうした、プレミア。昨晩皆さんに心配をかけてしまったので、なんて言えばいいか考え。なるほど。昨日は時間も時間だったから、みんなとあまり話をしないま。皆さんがログアウトした後、こうしてずっと悩んでいた。そうなの？ユイには気負いしなくても大丈夫だと言われま。うんうん、気にしなくても大丈夫だよ。そもそもプレミアが悪いわけじゃないんでしょ。まあでも思うことがあるなら。そうですね。では思ったことをそのまま言うと、それと探してくれてありがとう。無事で本当に良かったわ。おかえり、プレミア。僕だってプレミアちゃんが帰ってきてくれて。
だってさ、よかったな。はい。ところでパパ、お話があるのですが。プレミアさんに起きた現象について念のため調べておいた方がいいと思うんです。なので私をまたコンソールルームへ連れて行ってくれ。なるほど、確かにまた問題が起きないとも。はい、よし、わかった。やはりモジュールからプレミアさんへアクセスを強制的に彼女を操り。ですがプレミアさんは自身の意思で。ああ、それで最新のログを調べてみますね。あれ、どうした。おかしいですね、モジュールとは別の場所から。モジュールとは別。ユイ、もっとやってみます。アインクラッドを崩壊に導くシミュレーションモジュール、それとは別の何かがプレミアたちのクエストを改変している。今この世界。パパ、何か分かったか。大変です、このアイングラウンドに落下してきます。なんだって。もしそんなことになれば世界の崩壊は免れます。アインクラッドが落下。んなことになったら確実にこのゲームは続く。地上にいる NPC のみんなも。まったく、 NPC そもそもな。それは祈りを捧げた。彼女のデータは現在アインクラッド崩壊シミュレーションモジュール、そして彼女が AI として積み重ねてきた世界の崩壊結果としてアインクラッドが降下を始めたんです。崩壊への思い。クエストが改変って、そんな。ゲームの基幹プログラムであるカーディナルシステムにはクエスト自動、その機能により常にゲーム内で様々なクエストが、そしてまたプレイヤーの想定外の行動などで辻つ。でもティアって子はプレイヤーじゃな。つまり人も AI も変わらないってことだよ。思いを重ねることプレイヤーたちの影響でジェネシスの破壊衝動が今の彼女を作ってしまう。それでアインクラッドの降下を止めるす。あります。今ティアさんのデータの所在地はアイン、そこに行きモジュールとのつながりを断ち切ることができれば。なるほどな。つうことはやっぱユイ、彼女のデータが存在しているということは。はい、プレミアさんが祈りを捧げずアインクラッド創生が完遂しなかったことが。そうか。やることは決まったね。行きましょう。アインクラッド、そのためにもまずはアインクラッドにたどり。それについては当てがあるんだ。プレミアが一人いなくなった時、モジュールはアインクラッド、つまりプレミアが向かっていたその先にアインクラッド。なるほどね。だったら行きましょう。パパ、この世界を危機に陥れた原因は確かにプレイヤーかもしれ。ですがこの状況を救えるのもプレイヤーだけです。どうかこの世界を救ってください。ああ、約束するよ。